みなさん、こんにちは。セリミチャンネルのしほです。はい、ということで、今回ですね、今回は、もう、夏休みということでね、この、後ろのね、背景っていうの、壁紙を変えていきたいと思います。第1回、模様替え大作戦ということで、壁紙です。このね、このダイソーで買ったこのリメイクシート、このね、木っていうの、今こういう流行りあるじゃん流行りあるっておかしいか、こういう感じのね、ちょっとね、木っぽいね、壁紙を貼っていこうと思います。で、我が家白黒で統一されてるんですね、家が。木ってあんまり合わないんですけど、これね、すごい白い木でさ、めっちゃ可愛いと思って、絶対合うんじゃないかなと思って、今回はこの壁紙にしたいと思います。で、あとこれとね、壁紙貼ったらちょっとね、家具をね、つけたいなと思って、壁にイケアで買ったこのね、この白いボックスにこの葉っぱを入れて、こう壁にこう飾りたいなと思ってて、あともう一個これで、じゃん、流行りも結構前だけど、このね、ランプっていうのかな、明かり、照明っていうのかな、を壁にこう吊る下げるっていう、まあちょっと流行りに遅れちゃったかなと思うけど、めっちゃ可愛いので、この木の壁紙にして、これとこれをね、飾りたいと思います。じゃあ早速、このね、この壁紙を剥がしていくんだけど、糊をちょっと、なんていうの、溶かすっていうのかな、固まっちゃってるから。ということで、このドライヤーを使って、糊を溶かして、剥がしたいと思います。1枚剥がしたんですけど、意外といきました。端っこからこう剥がしながら風を当てていくとうまく剥がれます。聞こえてるかなドライヤーの音で全然聞こえない気もするけど、ということで拭き終わりました。私はね、残っちゃってるんだけど、まあ気持ち程度取れたらもう、まあ貼っちゃうんで、また上からいいかなと思って、とりあえず全体的に拭き終わったのでね、次にね、このダイソーで買ったこの壁紙を貼っていきたいと思います。じゃあね、貼っていきたいと思います。リムうまいね。うまい。超綺麗。めっちゃ綺麗なんだけど。うん、何この違い。何この差。晴れました。まあ、私ね、普通に立っちゃうともう高くて、立ち撮影とかには向いてないんですけど、座って撮る分には全然いい高さまで来ました。はい、でね、もうあとこれ6枚だっけ、8枚買ったんですけど2枚ボツになってしまって、6枚貼ったんですけど、だからね、
また今度ね、何枚かまた買ってきて、もうね、ダイソーで買ってるんで、はい、またね、2枚追加で、そうすれば立ち撮影もギリできるね。立ち撮影もね、ギリできるかなと思ってるので、うん、とりあえず今日はね、6枚だけ貼りました。はい、はい、で、次にね、うん、このイケアで買ったこの雑貨をね、かけようと思ったんですけど、肝心なフックを買い忘れてしまって。確かに。じゃあ、あとこのライトも何で止めるのって話になってきちゃうんですよ。そうだね。ちょっとじゃあ作戦会議しましょう。はい、はい、じゃあちょっとね、近くで撮るとこんな感じっていう。じゃあしおちゃんそこにちょっと座って、まあだいたい今度撮影っていうとこんな感じなのかな。こんな感じ。どう。おー、でもなんかさ、これ貼ってもさ、入んなそうだね。この辺に貼るんだよ。そっか、秋ぐらいにね。何やって。みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、今回はですね、何をやるんですか。抜き打ち、まるまるやつ、わーみたいな感じです。はい、じゃあとりあえずね、ちょっと壁はこれからちょっとどうするか考えたいと思います。はい、とりあえずね、6枚貼り終わったということで一旦締めたいと思います。はい、ということでまたね、多分、はい、買ってあるし、いつかいつかね、いつか着くと思うので、はい、楽しみに待っててください。はい、ということで、それではバイバーイ。いや、もう頑張ったよ。もうこれは本当に頑張ったと思う。なんだかんだね、頑張った、ね、なんだかんだ結構違かったね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。